おはようございます。はい、カモンマテリアル。はい、マテリアルの坂部五郎です。カモイの日浦です。よろしくお願いします。はい、ということで今日は1月23日になります。はい。ワン、ツー、スリーですね。はい。はい、1、2、3、ダーっていう感じなんですけど、朝からすいません。はい。また針が振り切ってます。はい、すいませんでしたって感じなんですけど。1,2,3 でなんか演技がいい数字ですよね。そうですね。なんかこうワクワクします、ね。ワクワクしますよね。なんか多分外は沈んでると思うんですけど、そうですね、はい、街はちょっと静かかもしれないですけど、はい、皆さんステイホームで、これ見ながらちょっとね、そうですね、ワクワクしていただければありがたいなと思うんですけど、はい、まあ、でも1,2,3っていうとね、はい、僕は学生時代、はいはい、まあ、大学で柔道部だったんですよ、はい、柔道部でね、上下関係厳しいんですよ、はい、で先輩にね、飲みに行くぞって言われたら行かざるを得ないんですよ、はい、で「ゆらお前今日飲みに行くぞ」って言われて「あ、分かりました」って、はい、駅前の123集合なんて言われるんですよ。分かりますよね、もう分かってみて分かりますよね。パチンコ屋です。はい、そうなんですよ、はい、もう123っていう123って言われたらもうなんか僕パチンコ屋ってすって言って、はいはいはい、しまうんですけど、そうなんですよね、うん、で先輩がと待ち合わせて、はい、僕パチンコやらない人なんですよ。あ、基本的にパチンコとかその公益ギャンブルとか一切やらない人なんで、はいはい、やらないんですけど、はい、先輩来たらお前なんでやってないねんって言われるんですよ。でそれやらずに、うん、先輩来るまではどっかで待ってるんですか。外で待ってます。あ、外で。あ、だって僕は基本的にタバコも吸わないから、タバコ臭いの嫌いやし、黙々ですもんね。そうなんですよ、うん、で中入らんと待ってるんですけど、何を待ってる外でって言われて、でいや行くんですよねって行くんですよねって、はいはい、いやいや今から打つねんって言われるから、え、ほんと僕外で待ってますあかんお前も来いって言われて、しゃあないから、はいはい、打つしかないから打ったりとかはしてたんですけど、まあでもまあ、ありがたいことに先輩に連れられて入った時で負けたことないんですよ。もうずっとビギナーズラック。いや、もうビギナーズラックだから、ビギナーズラックが復活した頃にやるみたいな、やり方忘れたかなぐらいの時にやるのがちょうどいいんかなみたいな感じですけどね。世の中ね、その、まあ、多分その大阪も緊急事態宣言で、大変な状況なんで、いろいろと皆さん大変なことになってるんだろうなと思うんですけどね、はい、飲食店だけじゃなく、はい、まあ、映画館やらなんやらとかですね、全部ですもんね。いや、もう本当に、何でしょう、1回目の時もね、うん、相当痛いなと思ったじゃないですか、はい、で今回はまあ1回目よりもある意味その数字きつい中でやっていて、はいはいはい、でずっともうこの1年ぐらいずっとこんな調子でやってきてるもんですから、はい、体力がもうみんなないんですよね。そうですよ、そうです。いや、もう極端ですよ、この店だってもう本当にね息切れかかってる状態ですから本当に大変じゃないですか、はい、だからこんな中で出てるやつなんで、もう相当今回のやつは痛いというか、はいはい、うん、まあ、明らかにね、年末年始の過ごし方が今に跳ね返ってきてるという数字が出てるのは間違いないので、はい、東京とか、まあ、大阪はだいぶそうでもなかったかなと思うんですけど、東京とかものすごい、ね、繁華街とかの人の出とか逆に増えたりとかしてた、これですね。そうですね、うん、まあまあ多分それの結果が出ているので、はい、まあ、抑え込めば本当に抑え込めるのか、はいはいはい、と思いつつ頑張って抑え込んでいくしかないんかな。そうですね、もう一人一人はね気をつけていくしかないですもんね。ないですね、はい、はいはい、まあ、そんな中でもね、まあ、僕は実は去年からね本格的にちょっとプロジェクトに、はいはいはい、まあ、サポートで入らせてもらってる、はい、ワープロジェクト大使という、まあ、団体があるんですけども、はい、和の精神を世界に発信して、はい、うん、まあ、今ほらもうまたトランプもえらいことやってくれて、はい、いや、びっくりしますよね、大統領が暴動扇動するって前代未聞どころじゃないですよね、有史以来初めてですよね、多分ね。そんな暴挙に出てたりとかするような、はい、もう分断社会みたいなのを象徴するアメリカにもうアメリカがなってしまってて、えらいことになってるんですけども、はい、まあ、そんな中でもね人を許して、うん、で 愛情を持って人に接するっていう気持ちを表す和という言葉を、まあ、世界に発信していこう、うん、でそれを日本で一番最初に言い出した聖徳太子の17条憲法を、
世界の B さんにしよういうことでやってはる団体さんなんですけど、はい、その団体さんのイベントがね1年の中で何回かあるんですよ、はいはい、でそれに僕が映像のあれでサポートさせていただいたりとかしてるんですけど、はい、うん、まあ今年、まあ、こんな中でもねどん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 そういう発信をやっていきたいということで、はい、今頑張ってはったりとかするんですよね、はいはい、で今日はですね、はいはい、そのワープロジェクト大使に初夏の会というのがありまして、はい、各方そうですそうです、はい、要はね一番わかりやすいのが、はい、その和の精神でしょ、和でしょ、だから、はい、小このカリグラフ、ね、はい、記号をするというのをやることによって、しかもいろんなところでやるっていうことによってっていうのを、はい、ワープロジェクト大使が、まあ、見やすい見て分かりやすいイベントとしてやってはるので、あーはーはー、まあ、それをやってはる人をちょっと今日は、はい、挑戦者で楽しみ挑戦者で、はい、そういう人は、はい、なかなかねこの人ね面白いんですよ、はい、挑戦者、まあ、挑戦者ですね、はい、多分ね人生に挑戦してる人じゃないかなと思われもないんですけどすごく面白い人なので、はい、はい、お呼びしたいと思います、はい、はい、お願いします。脇田さん、はい、お願いします。こちらへどうぞ、はい、お世話になります。どうもどうも、はい、はい、ね、もう脇田さんとは、去年来のそうですね、去年2月ですよね、はい、2月の関西に、ね、はい、関西ユダヤ教団、はい、はい、でその、記号をね、はい、された時に僕が撮影させていただいて、まあ、それ今YouTube にも上がってますんで、はい、カムイチャンネルで見ていただいたら、ね、はい、見ていただけるんですけど、はい、あの時からですね、はい、もうなんか僕の家のすぐ近くで働いてるってことが分かってもうその2週間後ぐらいで一緒に飲んでたんで、そんな近くにお住まいなんだ、そんな近くに働きに来てんのとか言って、じゃあ行きますか、はい、野田の高架下で飲んでました、はいまあまあ、そんな感じでね、そうですね、お付き合いさせていただいてる、はい、まあ、脇田さんなんですけど、はい、実はこう見えてすごいのがあれなんですよね、記号の大会というか試合みたいなので、ああそうですね、カラスという、はい、まあ、書道バトルという書道バトル、はい、で、まあ、まあ日本ではもう全然どこもそんなことやってないんですけども、うん、もうやっぱり今の若い世代の方たちがいろいろと考えてやってくださって、うんうん、まあそこで第2回目をちょっと優勝させていただきました。すごいな、すごいな、はい、そんな脇田さんに、今日は何のお話を、今度行われますですね、2月11日の、はい、建国記念の日にですね、はい、平安神宮の方で、はい、奉納記号をさせていただくということで、はいはい、先ほど監督の方からお話ありました、ワープロジェクト大使が主催ということで、我々その初夏の会ということで、僕のほかあと2名の先生方おられるんですけども、まあ、3人で、書かせていただくということのご案内をさせてもらいます、ね、はい、はい、ではもう早速行きましょうか、はい、はい、じゃあ、すいません、はい、判定員の方よろしくお願いします。これ以上話すとねネタなくなってまうんで、そうなんですよ、もうワープロジェクトのことも半分言われちゃったね、うん、いやさっき言うてもうたったよ、ね、はい、ではよろしいでしょうか、はい、はい、では参ります。このプレゼンありかなしかスタート。はい、はい、私書道家の脇田隆法と申します、よろしくお願いいたします。ですね、今度の2月11日に平安神宮の方でですね、まあ、奉納記号ということで、先ほどちょっと監督からもご説明があったんですけども、まあ、ちょっと軽く、ワープロジェクト大使のことについてちょっとお話しさせていただくとですね、はい、まあ和の精神を、後のようにまで伝えようということで、まあ、平和活動そしてこういう奉納記号の活動をしたいとかしてるんですけれども、まあ、最初は代表我々の団体の代表がですね一人で動き始められまして、で今回平安神宮で一緒に記号させていただく竹本大輝先生という方が先生がいらっしゃるんですけども、大きい亀って大きいかな、はい、その先生と最初はお二人で
あの法の記号に回られたということで、はい、それももう1日で3箇所も回るというようなですねもうハードスケジュールで回っておられて、はい、そこから徐々にあの賛同を得れることができる神社さんや寺さんお寺さんっていうのができるようになってきて、まあ、昨年の9月21日の護国神社、あの世界平和の日という日なんですけども、まあ、あれですね、国連が定めてる世界平和デーですね。平和デーですね、はい、はい、でその日にですね、あの護国神社の方で全国の護国神社で一斉に、奉納祈号させていただくっていうことがもうできたということでですね、しかもあれですからね、あの護国神社だけじゃなくて、長崎、それから、広島の平和公園、はい、そしてもう一個が、まあ、ある意味護国神社の総本山なんですけども、靖国神社の方でも、ね、はい、ね、はい、はい、奉納祈号をすることができて、でそれを実は僕がライブ配信をさせていただくということで行かせていただいて、はい、なんか雑音がめっちゃ多かったって後で怒られたんですけどはい、はい、まあ、そんな感じで、ま、はい、そうしたことでですね、まあ、その時にもかなりの、新聞にも、うん、あの掲載されたり、はい、ニュースでも流れたりとかしましたので、はい、ひょっとしたらワープロジェクトなしなんか聞いたことあるなっていうふうに思われる方もいるかもしれません。で今回の、建国記念の日でもですね、あちこちの神宮さんでやりますので、またあの取材も入るかと思いますので、ちょっと気をつけて、テレビや新聞見ていただけるとありがたいなというふうに思っております。あれなんですよね、そのワープロジェクト大使、まあ、初夏の会で動いているその記号としては、記号、奉納記号のね、はい、イベントとしてはこの2月11日の建国記念の日に、まあ、神宮ですね、いわゆる神宮とつく、橿原神宮とか平安神宮とか、まあ、いろいろ神宮でつくところあるんですけど、その神宮ってつくところでその、まず2月11日建国記念の日にやる、で2月23日の、天皇誕生日の日に、まあ、いろんなあの宗派というか宗教の、教会というか、そうですね、キリスト教の教会とか、ユダヤ教の教会とか、はい、イスラム教の教会とか、そういうところで、記号をさせていただくと、まあ、天皇陛下の誕生日を、日本の国の、宗教ではない外国の宗教の教会で お祝いというかね、まあ、の意味も込めて、そして平和のメッセージという意味でも、はい、やると。そして、4月3日の17条憲法制定の日には、まあ、基本的には聖徳太子ゆかりのお寺を中心に全国のお寺で、記号をさせて、まあ、四天王寺さんとかも含めてなんですけど、やらせていただいて、でそして9月21日が、国連の定める世界平和デーに世界平和の祈りを込めて、まあ、護国神社ですね、皆さんの中で、まあ、護国神社というとどうしてもね、その戦時中のね、その将兵の方、軍属の方なんかをお祭りしてるあの神社というイメージがあるとは思うんですけど、まあ、そこに、まあ、いわゆるその、世界平和の祈りを、上げていこうということで、はい、まあ、ワープロジェクト大使の方で初夏の会の方がそこで記号をやるという感じなんですよね。はい、はい、はい、で今回の場合はですね、うん、毎年建国記念の日というのは、はい、まあ、世界平和を記念する、はい、内容で、うん、まあ、記号をしてたみたいなんですけども、はい、今回はコロナ禍ということでですね、はい、まあ、コロナ退散、うん、疫病退散っていう感じでですね、はい、まあ、そういった内容の文言で書こうというふうになってますので、はいはい、今のところどういう内容で書くかというのはちょっと決まってないんですけども、はいはいはい、まあ形としてはその竹本先生で田辺隆昌先生という、はいはい、大阪の先生と私の3人で記号することになっておりまして、はい、3人同時に、うん、ちょっとかかる感じで、同時にやるんですか、同時に一応やる、はい、やろうかという、はい、話が出て、はい、
で他にもちょっと音楽の方が、はい、ちょっと詳しいことは言えないんですけれども音楽いやいやもうざっくり音楽と言ってきます、うん、が入ります、うんうんうんなかなか際どく攻めましたいやちょっと興味持ってもらいたいなちょっとドキドキすぎた俺今まあ そういう感じで、うん書かせていただきますので、うんまた何か機会あれば見ていただければありがたいかなそうですねはい、まあ何でしょうね面白いのがね脇田隆法さんなんですよで、一緒にやるのが田辺隆翔さんなんですね、うん、そして、ここのこの、ワープロジェクト大使の代表が宮本達彦なんですよこれ何でか知らんけど隆が集まるんですよ本当に本当にあともう一人愛媛にいらっしゃる林隆法先生ですしかも隆法同じ隆法、ねま、全く同じ顔で、はいとかいうなんか隆がつく人がすごいなんかいっぱいいらっしゃる結構いてます ね、はい、でいろいろと隆にご縁のある方が、はい、いらっしゃいます、ね、いらっしゃって、はい、私は坂本龍馬を敬愛してっていう隆もあったりとかいろんな隆がありますねはい、はいまあ、竜に縁のあるプロジェクトなんですけども、はいはい、まあ残念ながらなんですけど見に来るというのはあそうですね、今回そのコロナのこともありますので、はい、観客は前提にしない形で、はいやる形になると思うんですけども、はい、なので、はい、ニュースで見ていただけるか多分ね僕ねどっか行くんですどっか行って多分ライブ配信するか撮ったやつを編集してまたここで流すかという形になると思うんですけど、うんまあ、一番近いんで僕としては平和神宮行っときたいんですけども、どこになるのかはまだ分かってませんという感じですね、はい、ぜひ、はい、監督に来ていただいて撮っていただいていやいやいや、はい、平和神宮ですから ねそうですもう、ね、もう僕の生涯の中で一番大舞台です。ああ、いやそれはぜひ撮りたいですね。撮っておきたいですね。はい。でこのワープロジェクト大使とは関係なくですね、本当は1月3日に、うん、全く同じメンバーで、うん、竹本先生、うん、田辺先生、私の3人で。うん京都の松尾大社さんの方で、おお松尾大社、はいはいはい、本当はちょっと、はい、新年を記念してちょっと、はいうん、やるよ新春の奉納祈願をさせてもらう予定やったんですけど、うん、ちょっとこのコロナの加減で、はいはいはい、なるほど、ちょっと中止になってしまいましたので、なるほど、はい、じゃあまあね、平安神宮でその鬱憤を晴らしていただいたというか、はい、その分も素晴らしい賞を書いて、込めていただきたいな、はい、書きたいと思います。思います。はい。では いいですか。はい。はい、ということでございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。はい。ということですね。はい。はい、まあまあそう僕も関わってることなんで、はい。かなり僕も喋らせてもらったんですけど、最初に言ったようにやっぱりその今の世の中がどうしてもその分断とかね。うん例えばコロナにかかった人って被害者じゃないですか、うん、でその人のことを白い目で見てみたりとかコロナの最前線で頑張ってらっしゃるいろいろ従事者の方の家族のことをなんかちょっと敬遠してみたりとか、うん、なんかちょっと悲しいことって今世の中で起こってたりとかするんで、はい、いやそうじゃなくてもうちょっとね私たち仲間ですから同じ日本人として逆に支えてくれてる人たちのこともそしてまあ仕方ないじゃないですかもうこんな状況ですから誰がいつかかるかなんてわからないことなんで、気をつけてでもかかる人はかかってますから、うん、みんなが優しい気持ちでねいられるようにある意味この和の精神っていうのをね、どんどんまずは日本人がノリを示さないと世界に発信できないんで、そういうふうにできたらいいなというふうには思ってるんですけどはい、はい、それでは判定人の皆さん準備はよろしいでしょうかはい、はいではいきたいと思います、このプレゼンありかなしか判定どうぞありがとうございます、はいはいはい、
まあ、これでバツ出たらやることはい、はい、はい、ということですね。はい、まあ、あの2月11日までまだちょっと時間がありますけれども、はいはい、頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、では、あゆさん、はい、おはようございます。おはようございます。今日は情報を持ってまいりました。はい、持ってきたんですね。持ってきました。持ってきたんですね。はい、はい、はい、チームラッシュがございます。毎週月曜日に出しておりますので、ぜひぜひ皆さんで一緒にね、ちょっと、はい、あの運動不足にならないように走りたいと思っておりますので、はい、大きくラッシュします。はい、はい、お願いいたします。参加費が無料となっておりますので、はいはい、お時間が18時から受付開始で19時から走り出しますので、はい、ぜひぜひお越しください。お待ちしております。はい、お待ちしております。でも前そうよ、11日行きますよ、行きますよ、行きますよ、ね、はい、行ったよ、行ったよ、そうそう、行ったよ、やってくれましたよね、行ったよ。はい、またまた来てください。お待ちしております。バレたやんけ、11日前やって。すいません。はいはい、皆さんお待ちしておりますので、はい、お越しください。あとはその他の、ね、イベントに関しても、ね、はい、あのホームページの方をご覧ください。最新情報ホームページになります。そうですね、はい、月曜日は毎週走ってますので、はい、ぜひぜひ、はい、お越しください。お待ちしてます。はい、じゃあ帰ります。はい、ありがとうございます。はい、では高さん、はい、はい、おはようございます。ひなまつゆのこなでございます。はい、はい、はい、ゆっくり喋るかな。選手はね、はい、ちょっとバタバタしました。はい、ありがとうございました。一応神戸が3週目ということで、はい、ご紹介したいと思いますけど、まあ一応最後なんで、長田区が舞台の映画を、神戸市長田区が舞台の映画をご紹介したいなと思います。はい、まあ長田区のスマップなんですけども、1本目は、少年エイジでございますね。これですね、来ましたね。はい、2013年の8月10日公開になりました、はい、古畑康夫監督の、これテレビ朝日開局55周年記念作品ですね。だからあの水谷豊さんが、ね、出てるというので、一応、妻役で伊藤蘭さん夫婦が共演したということです。初共演ですね。そうですね、原作は羽野カッパさんということで、はい、神戸市長田区生まれ、はい、自称自伝的な話で、もともとはじめさんだったので、聖太ね、違ってたんで少年一って言われてたまま、そのままですね。これは、まあ、太平洋戦争のところから、20年ぐらいですかね、あの描いているということで、まあ最近公開になりましたスパイの妻と割合ちょっと近いところがあって、はいはいはい、だって神戸舞台なんで、もしかすると一緒のところで撮影してるかも分かりますね。はい、これはまあまあそういう時をあの描いた物語ですね。で一応ラストシーンは現代のそのフェニックスが最後に映って、はい、まあ、追悼の意味を込めたっていう感じですね。はい、2013年なんでね、はい、これ見ていて、これね、いろんな方が出てますけどね、そうですね、小倉修さんも出てますしね、サロットメタイジさんも出てますし、佐々木蔵之介さんも出てるということね。で関西になれば国内中でもね出てる、ね、関西であの撮影すると出てるという作品でございますけど、大体見ていただきたいと思います。はい、いやもうこの舞台になった教会とか、うん、長田港まで行けないんですけど、大体この辺りっていうのがありますし、うん、少年院が通ったお風呂場っていうのもあります。うん、それ何年か前に、ね、我々自分一人でツアーしました。少年院ツアー、たまにやってますよね。やってますね、ロケ地巡り、ロケ地巡りね、はい、誰もが行かないね、はい、あの地元 P やから分かるということで行ってますんで、はいはい、まあ、よければ、この機会に見ていただきたいと思います。はい、はい、そして、その大体舞台が重なるんですけど、うんうん、これも、まあ、舞台、話自体はちょっとスーダン高校なんで別の地区になりますけども、はいはい、ロケ地が一作目からね、はい、神戸市長田区ということで、ね、はいはい、ロケされてまして、先ほどの小倉俊さんが一作目に出て、小栗旬、小栗旬が出たのが一作目に出たんですね。で3作目に出たということですよね。はい、まあこれはもうドンジャン騒ぎのね、あのナーバラーさんがね、はい、あの腕力だけの学生映画でございますけど、はい、でも公開シーンに1位になったんですよね。で監督は豊田監督ということで、はい、あのすごく作品で、実は私これ2階に2階撮影さんがさせていただいてまして、あの殴り合いの中に、そのねオープニングで東出さんアップ映るんですけど、あれは永田駅っていう、あの永久名の方の永田駅なんですけど、あれは阪神岩井駅を永田駅にして撮ったんで、その時に行ったんですよ、撮影に。だから阪神電車が着く
10分の間に撮るっていう、そういうのだった、はい、でも映ってません、そこでは映ってません、映ってんの、はい、もうだから何人も行ったのに、いっぱい行ったのに誰も映ってない、東さんのアップがオープニングで、なるほど、だっていうことでございますけどもね、はい、ただです、はい、ただ長田のロケも行きました、ね、はい、長田のロケ行きました、はい、これ、ね、今 DVD で出てます、はいはいはい、1時間11分目を見ていただきますとね1時間11分見ていただきますとね、その神戸の長田区の喫茶店でまあまあみんなで、うんうん、あいつ気に入らんとかそういう話するんですね、はいはい、それがあのね、ヤギラユウヤさんですかね、はいはいはい、とか、ヤギラユウヤさんとか、ほんであとダバンプのケンゾーさんとかね、はいはいはい、レグザイルの、エリーさんとか、はいはい、のがまあ固まって喫茶店で話をしてると、うん、その後ろを歩くっていうのが、うん、私あれとれますんで、お1時間11分、おお1時間11分ですよ、やったかな、この作品やったことありますね、また来ましたよ、111です、はいはい、歩いてるのが私でございます、はいはい、一瞬残念ながら123じゃございません、ゆうやさんとあのなって、はいはいはい、だからあの撮影の時にも健三さんと撮ってるって、へえ、撮ってるって記念作品でございますけどね、はい、はい、あのもうそこの喫茶店かりんさんっていうのは潰れてしまいました、あらら、はい、長田区六軒道で撮った作品でございますので、はいはい、また今月神戸なんで、はい、また見ていただいて、はい、もしよかったら神戸長田区を訪ねてみてください、はい、これが記念品でございますなるほど、参加したね、はい、参加した、はい、紹介でございます、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ということでエンディングでございます。はい、はい、ね、何でしょうね。僕ね、今日着てる T シャツあるでしょ。はい。これ、あの、僕が自分で作ったオリジナルの T シャツなんですよ。はい、はい。で、ビール平和と。ビールがあれば何でもできるっていう。これ1枚だけ作ったんですか？いやいやいや、これもう、ものすごい数。もう全国で、多分これ着てるやつが50人ぐらいいるんですけど、50人を超えてると思う。いるんですけど、一時期ちょっとツイッターで僕は盛り上げて、はい、あのやったことがあるんですよね。で今日なんでこれを僕今日着てるかって言って、実はあの脇田さん、はい、脇田さんです。脇田さんは、飲み屋行くとビールしか飲まない人なんです。でしかもね、こだわりがあって瓶ビールしか飲まないんですよ。なるほどね。だからあの何ジョッキで生でっていうのをやらない人なんで。あのグラスにこう、そうそう、 生ビールがあってもすいません瓶でって一人だけ瓶で飲むっていうタイプの人なんですよね、はい、でまあ、 あの今日来はるんでちょっと久しぶりに引っ張り出してビールとビール平和と、あ、ビール平和と、ビール平和と、ビール平和と、そうなんです、あのビールがあれば何でもできるビールで世界平和をっていうのがビール平和との標語なんで、はい、ぜひ皆さんも、入湯よろしくお願いしますかもう何でもいいです、あの簡単です、あのビール平和とルービー乾杯って言ったらもうそれでビール平和との乾杯の仕方なんで何の話してんねそれは買えるんですか、はい、いやあの、言うてもうたら作りますよ欲しいです、欲しい、マジで、はい、はい、1枚だけやったら高いねんけどいいかなじゃあ2枚であのぜひあの欲しいという方はおっしゃっていただければ、あの一定数集まったら作りますんでコメントに入れてください、はいはい、2000円ぐらいですこれ、はいはい、すいません、どうでもいいんですけど、はい、はい、ということで、まあ、脇田さん来ていただきますけど、どうもありがとうございます、はい、じゃあ2月11日ね頑張ってくださいね、はい、僕らもね、はい、また新しいことをちょっとね、このマテリアルでもどんどんやっていきて、ね、もうやっていかないとどうしようもないですからね、そうなんですよ、もういろいろやっていかないと分からない、ねね、はい、で僕らも発信しますし、どんどんここでいろんなことやっていきたいなと思ってますので、はい、皆さん期待してください、そしてこのプレゼンに、ぜひあの参加していただければ、いい、はい、はい、発信するお手伝いはさせていただきたいと思います、そうですね、はい、よろしくお願いします、お願いします、はい、ということで今週はこれで終わりたいと思います、ありがとうございました、はい、また来週。